い、今日もあの建築士の坂俊明さんをお迎えしてですね、あのいろいろお話を伺いしたいんですけれども、前回はその、まあ、自分で作るみたいなものの原点の話をしていただきましたけれども、そのコーポラティブハウスのきっかけはどういうことやったんですかね。あの今言ったあの話と別の角度からいうか感覚で入ってきましたね。あの感覚、大阪で言うと、はい、あの都住層がやったコーポラティブとかありました、ね、それからあの市民の会というね、コーポラティブを作る市民団体があったんですけど、ね、そういうところがやった建物を見に行って、あ、おもろいな、楽しそうやなというのを感じましたね。だからそこが入り口、入り口はこれはおもろいし生活しやすいし楽しいものができるのがこれや。でそれをよく考えたら、さっきこの前話したようなね、あの自分で作るとか自分で考えるとか生活に根ざしたものを作るとかいうシステムとして、そりゃ住まい手と一緒に作るんやからすごい力が出るんやということが感覚の後にちゃんと僕の頭に理屈として入った、うん、だから人々と作ることって一番基本やということが、住宅にはなくなってきてるけど、おじいちゃんの時代、親父の時代はあったやんかと。それが今の時代は集合住宅を一緒に作れるというね、面白いことになってるやないかということで、ここに取り組まざるを得なくなったと。面白いなと思いましたね。あのだから今までイメージしてたこう家を自分たちで作るっていうイメージと、それからまあ一応まあ工業化されたその建設の仕組みがあって、それがこうハイブリッドしたというか複合したというか、そこの接点のところにコーポラティブハウスがあるっていう。そうですね。戸建てじゃなくてコーポラティブってのは、でも普通建築、かなり建築士がコーポラティブめんどくさいっていうのもすごい手間がかかるじゃないですか。なので普通は戸建ての住宅作家になったり、なんかそういうビルものをやったりする人が多いんですけれども、そうやっぱ面白いと思ったんですか、そこは。より面白いと思ったのは確かにありますね。あの戸建ても面白いし、戸建てもずっとね、若い時から今までやってきてるんですけど、あの戸建てより一枚面白さが足されてるという感じはしますね。でそれはあの今度はあの僕のおじいちゃんからじゃなくて、もっと深い歴史を考えると、あのいろんな共同住宅は、まあ、あの平野高山にあるようなああいう集合住宅から、だから海外でもあのヨーロッパにはそういう集合住宅というのは、一緒に暮らす家というのは あるわけですけども、それは全て大地主がいてたり、あの大百姓がいてたり、からまあ貴族がおられたり資本家がおられて、その共同住宅を作る人がいてて、住む立場の人が参加するわけじゃなくて、住むだけの共同住宅がなんぼでもあるけど、その住む人がだけで、まあお金持ちもいてなくて、住む人たちが固まって作るという面白さは、歴史の中に、人類の歴史の中で初めてやということに気がついた時に、これは面白く感じないとダメやというような、言ったらそういうなんかあの考えから面白さを増していったという気がしますね。はい、だからあのものすごいね、あのものすごいか当たり前のことを、あの家を作る上で考えないといけないというふうに思ったのが、あの人類、ちょっと大げさに考えるの好きなんですけどね、人類が初めてあのたどり着いた、あの住まい手が横一線になって、権力者がなくて本当に平凡なあの人たちが一緒になって家づくりがされるという、あの面白さで、そこの裏側にものすごく怖さがあって、それに対してあのちゃんとしたあの合理化した家づくりの方法がいると。みんな同じ力を持ってるから、どういうふうに運営したら
それが全部生かしていけるのかというのが今までの家づくりとは全く違って、新しく僕に課せられる、建築士に課せられることであるということで、あのコーポラティブ住宅づくりの9か条やったか10か条ぐらいね、テーマをあのちゃんと掲げてねやっていきましたね。そこら辺またあのいつかの回でお伺いしようと思うんですけれども、はい、まずはやっぱりそのものを作るときにこう原理原則をすごい大切にされますよね、はい、だからロジックを通すっていうか、それもだからそのロジックのためのロジックじゃなくて、こうみんながハッピーになるためにはそういうなんて言うんでしょうね、僕らでいうその自治のためのルール作りというか、うん、そうそこすごく大事にされてますよね。そっちから来ますね、はい、だからあるそのルール、あるその考え方をずっと持ってやるいうんではなくて、その中でこうせんとあのみんなが平等にやれないな、公平にやれないなとか、そういうことを考えると割合簡単に答えが、正しい答えがね出てくるんで、そうやりましたね、はい、だからあのみんなが勝手に、みんなが自分のやりたいことをぶつけて、本当にあの皆さん公平なね家ができるんかなということに対してこうせないかというようなことはそこから生まれましたね、はい、いやでもね本当にね、まあ、住まい手からしたら一生に一度の家じゃないですか基本的には。その時にやっぱり全然知らん人とねこうワーワーやりながら、まあ、自分たちの権利も守りつつ、でもこれから一緒に住んでいく人やから仲良くもしていかなあかんしっていう時に、そのルールといいますか、その仕組みというか、そこをでも最初は手探りやったわけなんでしょ。手探りですけど、今のような原理を考えるというのは割合こう単純な言葉で表現できてね、それが現実にものを作っていく時にあのそれをかざすとね、ものがものすごく正しく見えてくるいうあの やり方が意外と功を奏したと思いますね。例えば、僕が覚えてるのはあれですよ、その、安分するときに容積で見るっていう、はい、天井高を含めた、はいはい、普通平米で見るじゃないですか、はい、平面の大きさでその、金額を見るんだけれども、天井高も含めて容量で見てはるって話を、そうですね、あれはどんなとこから発想が一番あの分かりやすい、今話していただいたからいいなと思ったんだけど、お金を出して成果を得るというのが、住まいと成果を得るということをね、あの公平にやるということの難しさはどこにあるか言ったら、その辺それだけでもいけないんやけど、あのまあ、いろんなコーポラティブとかいろんな住宅を横目に見ながら、あの結果としてこのお金で出したものが単に平面の大きさだけでね言われるんじゃなくてね、あのやっぱり吹き抜けがあったり、あのいや床下のこたつがあったり、下に膨らましたり上に膨らましたり、あるところでは斜めの天井にあの押さえつけられたり、いろんな空間があるのに面積で出すのはもうこんなに不公平なことはありえない思ったから、すぐ立体というね、あの空間量というか、ね、面積というのはダメで、空間量というものでみんながお金を分け合ってね出し合わないといけないなというのは、もう一番最初からあの思いついてやってます、はい、あと僕自身もあのコーポラティブのコーディネーターやったことあって、まあ、うまくいかなくて大変な目にあったんですけど、会あるじゃないですか、はい、でみんな割とやっぱり一番上に住みたがったりするんですよ。で上の階から下の階に向かって、まあ、安くなったり高くなったりするじゃないですか。その階と値段ってどういう関係にしてはったんですか。階と値段はあの、まあ、あの そこの立地する環境が決めることという概念でやりましたね。だから1階2階3階4階にそこもね生活内容で全部チェックしてやってましたね。例えば1階やったら、はい、あの左東側に大きな道路があって、
それは道路があることで日差しは入るけども、バスの音が激しいとか車のあれが悪いとかいうようなことがあってね、僕は空間を評価するのに普通建築って日照、採光、通風あるじゃないですか。でそれに今度それはいい方向の話やけど、悪い方向では騒音が入る、はい、それから視界に、視界言うてもいい視界と悪い視界があるいうのを全部ね数字化してね、みんな数字化してそのトータルでそこの評価値を決めてたんです、はい、そうなんや、はい、よくねマンションなんか販売する、まあ、その販売する話とはまた真逆の話ですけど、そのマンションの値付けなんかもね、はい、やっぱりその割とこうロジックというよりはなんか経験値でなんかマンション業者が勝手に決めてるような感じがするんですけど、やっぱりそこら辺民主的というかそういうロジック非常に大事ですよね。そうね。でね、そのロジックはね、システムをつ作りながら参加者全員の共通の認識になったり、そこでこう議論されて変えたりいうのをやってたんですよ。例えば今言った話以外にもね、駐車場がどこにあるんやとかねいうのもね、駐車場と家の関係は近い方がいいということだけじゃなくて、近いと邪魔、騒音があったり排気ガスがあったりいうことがあるんで、マンションと駐車場の位置でもね、マンションの価格が違うようにしてるんですよね、うんうんうん、そうするとね、設計の段階で最初決めた数値がね、バンさんこれみんなで設計変更して駐車場がちょっと上がってきたじゃないですか、最初考えたら1メーター曲がってるから、うん、駐車場がうちはもっと影響が悪くなってもっと安くなるはずですというふうに組合員が言ってきた、参加者が言われますね、うんうん、これは当たり前で、うん、それはその通りですよね、うん、いうことでこれだけ上がったからこの家の評価はマイナス2点になりますというのが、うんうん、みんなで決めた数値が変わっていくわけですね、うんうん、そうするとはい、ほんならもうすぐ今エクセルで計算がカットできるから、ね、一瞬でこのままでやると価格が21万円下がりますとかね、そういうことが即座に出てみんなの前でそれを公表して話をするとみんなが言いやすくなるし、みんながシステムを納得していくということになるので、そういうふうにしています。バンさんのねコーポラティブハウスを見に行ってすごく感じるのは、なんかそういうプロセスを経てみんなで住人になってるじゃないですか、はい、だからなんか問題が起こった時や、まあ、面白いことをやる時もそうなん、いい時はいいんですけれども、なんか問題が起こった時もちゃんとロジック考えて決めようやみたいな空気感があるでしょ。そうですね、あれが素晴らしいなと、まあ、そういう意味でその民主主義の訓練を、自治の訓練をその建物を形成するときにやってる人たちが住んでるという感じがすごくします。ああ、その成果はあるかもしれませんね、うん、ということはね、我々変化とかいうのがね嫌がるというような人がいてなくて、変化があることが楽しくなってくるような人が結構できるんですよね、はい、例えばね天井が下がったら、天井が下がったらここは安くなるんですよ、この空間は、うんうん、でも上の人は天井が下がると掘りごたつもできたりして豊かになるわけです。そしたらね、コスト の要するに売買を上下だけでやるというような言葉があってね、うん、俺はこの空間でやっぱりどうしても掘りごたつ欲しいねいう人がいてた時に、それで下の人が天井が下がるんやけど、下の人にちょっと聞いてみますわと、だここはまあ寝室でこの天井なんかいらんから、まあ下げてもいいですよ。ただ上下が納得したらね、減る方が、増える方と減る方が一緒に納得すると、そこでまあ5万円なりのコストが動いちゃうということもあってね、それでね結構ね楽しいことなんですよ。
あ、どうもありがとうございました。今日もなんか、重要な話をいろいろ聞かせていただき、どうもありがとうございました。いや、どういたしまして、ありがとうございます。